俺の名前は本村陽介。今日から私立ド S 女子学園の先生になる。この学園で俺は女子たちと共に学び、笑い合い、時には喧嘩し、そして愛を育んでいくと思っていた。しかし現実は甘くなかった。俺はこの学園でうまくやっていけるのだろうか。それでは体育の授業を始めます。今日の授業はバスケです。皆さん各自シュートの練習をしてください。はい。シュートの仕方教えてください。今こいつ俺のことゴミクズって言ったよな。はあ？あんなやつに教えてもらわなくたって私は自分でできるし。まあでも先生がどうしても教えたいって言うなら教わってあげてもいいけど。おい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 、本当にどいつもこいつも。でもツンデレは悪くないな。よし、わかった、教えてやるから一回やってみなさい。はい、ゴミくん。先生？あー、なんで私が先生に命令さなきゃいけないわけ。まあ、先生がどうしてもって言うならやってもいいけど。やってみなさい。ダメだ。先生のを見てなさい。運動神経はいいんですね。シュート決められたぐらいで全然かっこよくなんてないんだからね。お前たちさっき見た通り真似してやってみなさい。先生、私にも教えてください。ああ、わかった。じゃあ、俺の言った通りに練習するように。はい。はい、息臭かったけど教えてくれてありがとう。別に先生が他の女子のところに行ったって寂しくなんかないんだからね。どこ行ってた？先生は？そんでも悪くないな。はい。と、君は確かのえのんちゃん。何かおかしいか。あのさ、先生って女子校来れば生徒たちと青春ハウハパラダイスマンジーって感じでこの学校来たんでしょ。時々いるんだよね、そういう勘違い野郎が。そんなん少女漫画の中だけだから。あんたみたいなクソメガネがここ来たって女子たちのカモになるだけだからね。あとさ、先生口臭いよ。ちゃんと歯磨きしな。じゃ、よろしくちゃん。俺そんな口臭いの？そんな臭いかな。あ、先生。ズッキュン、かわいい。君は確か村田真子です。真子ちって呼んでください。めちゃくちゃに可愛いが、こいつもどうせド S なんだろ。俺はもう騙されないぞ。先生もお昼食べちゃいました？
いや、まだだけど、どうして？お昼一緒に食べたいなって思ってそんなこと言って先生をからかってるんだろ。そんなに私とお昼食べるの嫌ですか？せっかく買ってきたのに。そういうわけじゃなくてだな、ここじゃなんだし、屋上行こっか。やったー。まあ、可愛い女子と二人でご飯食べられるならド S でもいいか。先生は、なんでこの学園の先生になろうと思ったんですか？可愛い女子高生とウファウファ、この学園に憧れの先生がいたからだよ。へえ、そうなんだ。あぶねえ。まあ、それはそうと、そんな話をするために俺をご飯に誘ったのか。先生に聞きたいことがあって。ん？なんだ？何でも聞いてくれ。先生って彼女さんとかいるんですか？ズッキュン！待って待って待って、おいおいおい、これよく少女漫画にあるやつじゃね？これって俺のことが気になってるから、てかむしろ好きだから彼女いるか聞いてるんだよな。今まで散々痛い目に遭ってきたけど、やっと女子校っぽいやつが来たぞ。いないけど、どうして？へえ、そうなんだ。先生かっこいいのに意外。ズッキュン！はい、もう好きです。僕もマコチが好きです。大好きです。おう、いや、唇のストレッチをしていただけだ。最近、筋肉痛がひどくてな。いかん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 、可愛すぎて思わずチューしちゃいそうだった。平常心平常心。先生ってやっぱ面白いな。また授業だから行かないと。おう。ああ、行っちゃうのか。まあ、そんな少女漫画みたいな展開、そう簡単にはならないよな。話し足りないことがあるので、放課後、体育館の裏に来てもらえませんか？え？来てくれますよね？うん。来たー！これ絶対告白のやつ！体育館の裏とか、告白のためにある場所ですよね！そうですよね、マコチターン！じゃあ、また後でね。ニヤニヤしてんねん、キモいんだよ。そんなことするとクスがかわいそうですよ。さあ、帰りの挨拶をやっちゃう、号令かけて。こんなことして笑ってるとかド M かよ。起立。これで講習も OK。 あ、告白されたシミュレーションしとかないとな。よし、はい、よし、よし、あ、ゴミクズじゃなくて先生いた。別にあんたのこと探してなんかないんだからね。たくまたせやがってクソメガネが。また私のことを怒らせる気ですか？まったく、こんな庶民ごときに私の大切な時間を使うなんて、お金をドブに捨ててるようなものよ。お前ら、なんでここに？あれれ、ボスに会いに来たんじゃないの？あれです、です。ボス、俺はマコチに呼び出されて。ボス、元村のゴミクズ野郎が来ましたよ。会いたかったですよ、先生。まこち、なんだその格好。
それに、なんでみんないるんだ。あれれ、もしかして先生、体育館の裏に呼び出されて告白されるとでも思った？いや、そういうわけじゃ。図星なんだ。でもね、私があんたみたいなクソブスメガネ野郎みたいなことを好きになるようなことなんて絶対ありえないのよ。そんな先生にはもう一生そんなド変態勘違いをしないためにお仕置きしなきゃね。お仕置き？みんなお仕置きよ、行きなさい。やめてくれ、やめてくれ。もうこんな学園やめてやる。脚本考えたのりっちゃんなんで。そうですね、はい、皆さん、楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあゆっくりしてください。はい、はい、お疲れです。はい、いや、私今回のこの寸劇全然笑ってない。最後よっちをみんなでね、わーっていうところが一番楽しかったね。そうでしょ、マジか。持ち上げてもらったんですけど。そうですね、本当になんか今日会ったばっかりなのに初めましてで持ち上げてもらって。確かに、すいません、ありがとうございます。めちゃめちゃ悪かったです。ド S キャラ似合うよねってりっちゃんにめちゃくちゃ言われて乗せられて、ちょっと、ド S キャラで行こうかなって思ったけど、うん、人生で初めて言うセリフが多かった。あだから S キャラで行きます。 S キャラで行く。いや、普段こういうのしないのですごく新鮮でした。だからちょっとみんながどういう反応するのかが楽しみですね。もう死にそうでした。死にそうだ。本当に緊張で、めちゃめちゃ緊張しました。本当に今回のこの演技を自分のチャンネルでも活かせるように。ああ、いいじゃんね。うん、ちーちゃん。はい、清水論。逆です。清水論と沈み論です。いや、普段あんまこういう言葉使わないので、うん、ね台本もらった時は、うん、これ言うのっていう感じでした。いや、でもバッチリ決まった。本当ですか。うん、マネカメも見てね。マネカメ見てください。ね、はい、まさか先生役ちょっとできるかなと思ってたんですけど、はい、まあ楽しかったです。素晴らしかった、楽しかった。ありがとうございます。はい、ウームゴルフ見てね。ウームゴルフ見てください。